元日本代表監督のイビチャ・オシム氏が死去、元所属クラブが追悼声明、サッカーをはるかに超えた影響力を持っていた。オーストリア一部シュトリム・グラーツが5月1日元日本代表監督で、1994年から2002年にチームの指揮を取ったイビチャ・オシム氏が亡くなったと発表した。オシム氏は2003年から06年にジェフ千葉、06年から07年に日本代表を率い、日本に考えて走るサッカーを浸透させた。その後2007年11月に急性脳梗塞で倒れ、続投が困難となり、岡田武史に後任を託す形となった。今回1994年から2002年に指揮を取ったオーストリア一部シュトルム・グラーツが5月1日公式サイトで、81歳の誕生日の5日前、世紀のコーチはもういないと、5月6日の誕生日を前にオシム氏が亡くなったことを発表。クリスティアン・ジョーク会長が、彼は我々のクラブ最大のアイコンであり、一緒に過ごした多くの時間を決して忘れません、彼はサッカーをはるかに超えた影響力を持っており、彼の言葉は永遠に我々の心に残ります。シュトリムファミリーは最も偉大な人の一人を失いました。妻二人の息子、そして家族全員が心からお悔やみ申し上げますと声明を発表しているというニュースです。夜中に、突然舞い込んできた訃報なんですけども、元日本代表監督、イビチャ・オシム氏が、お亡くなりということで、この方は、現代のトレンドだったり、組織的なサッカ ー、オシム氏が言っていた一人一人、考えながら、常に動き続けるサッカーっていうのが源流にあるのかなと思いますよね。もし病気にならず、あのまま健在のままですね、指揮を取っていたら、日本はね、どういう立ち位置になっていたんだろうと、非常に面白いなと思いますよね。それだけ、日本のサッカーに、与えてくれた影響は、とてもね、大きいレジェンドだなと思うニュースでした。ということで、本日のニュースためになった方、チャンネル登録、高評価お願いします。では次のニュースお会いしましょう。それではさよなら。